さあ、では始まりました。もちチャンネルです。今回はですね、先ほど解きました、センター試験ですね、問題、見えないかこれだと、外国語の英語の筆記を解いたので、その感想を述べたいと思います。問題のね、公開っていうのはまだ禁止されていますので、問題や回答は、9時半ぐらいですね、にならないと公開できません。その時になったら、生放送でですね、一ノ瀬庵先生がですね、解説してくださいますので、そちらをご覧ください。はい。ではですね、それぞれのですね、パートの、感想を述べていこうかなと思いますね。第1問は、まあそこまで難しくないかなっていう感じですね。まあ有名なものが多かったかなっていう感じです。ただアクセントもまあ有名なものが多いですね。うん。アクセントルールを使えるやつはそこまで多くないかな。見るのが 1,2,3,4 4つぐらいかな。だからあんまりアクセントルールを使えるやつは多くなかったかなっていう印象ですね。はい。続いて第2問ですね。まあ基礎的なものが多かったですね。だいぶ優しいかなっていうやつね。ただまあ間違えるのはいるだろうなと思いますね。問8とかね、間違った。あ、問7がおそらく難しいんじゃないかな。印つけておきましょうかね。問7を間違える人が多かったんじゃないかなと思います。思いますね。で、問8はきちんと知識がないと間違っちゃう。問10はやらしい引っ掛けが用意されてますね。問9も間違える人がいるかな。そして並べ替え問題、問2がおそらく難しかったんじゃないですかね。ただ問3も引っかかるポイントがきちんと用意されていますね。日田先生がトゥーフ停止が出ると予想しましたが、トゥーフ停止は出ませんでした。はい。続いてね、対話文完成問題ですね。まあ、今回もきちんと文脈を取ってやらないと答えが出ないと思います。問題のレベル自体はそんなに難しくないですけれども、きちんと文脈を取っていないとダメな問題になってますね。はい、続いて第3問の、文を抜く問題ですね。やっぱりこれが難しいんじゃないかな、今回も。一番難しいのがこれだったんじゃないかなと思いますね。ですね。問2が非常に難しくて、悩んだ人がいるんじゃないかなと思います。問1と問3もまあ優しめかなっていう印象ですね。B ですね。何について書いてあるか。これ優しい。非常に優しかったと思います。まあ、間違える人がいるんだったら3問目、32番ですけど、それでも優しめだと思いますね。はい、続いて第4問ですけども、第4問がめんどくせえ。めんどくせえ。計算がめんどくさい。こんなに計算させるの。ね、まあ、うざったいルールがいろいろ書いてあって、それは全然、分かってなくて、もうその実験関係の、それを、完璧に把握してなくても答えはポンポン出ていくんですけど、計算がめんどくさい。多分センター試験史上一番計算がめんどいやつじゃないですか。ですよね、多分ね。こんなにめんどくさい計算のは見たことがないと思いますね。だから、その分もうそう、もう解いて時間測って、明日の動画で出しますけど、一体何分で解けるのかっていうのがですね、だいぶここに時間を取られたなっていう印象ですね。そうですね、やっぱり大問4が圧倒的に時間がかかってます。自分がかかったやつ。うん。ちょっとね、多いって思った。あとね、その全体的に読解は本文の言い換えがおっとレベル上げてきたなっていう印象ですね。ああ、センター試験こんな本文の表現をこんな風に言い換えるんだっていうね、共通テストへのね、付箋となってるのかもしれないですね。で、B の方ですね。B も、まあまあまあ、って感じじゃないですか。普通にはやっぱり計算はさせてきたし、いろんな情報を見なきゃいけないんで、ちょっと消去法を使わないと解けないんで、時間がかかっちゃうっていう印象ですね。トイックと比べるとね、ちょっと出し方が違うんですよ、この広告系の問題ね。うん、だからトイックと比べても、うん、まあトイックは計算出ないし、ちょっと違うなっていう感じですね。ちょっと、攻めてるかな。消去法で解いてますね、自分自身ね。うん、消去法を使わないといけないので、その分時間がかかるって感じです。で、第5問は、まあこれ優しめですね。ストーリーも予想通りだった。そういう感じにの展開になるんじゃないかなと思っていた通りに進みましたね。はい。で、問4が難しい。おそらくこのイディオム問題ですね。そのイディオム、知らないイディオムを見て文脈から判断するんだけれども、いや、結構文脈から判断するにも、どこにヒントがあるんだろうってなった人が多かったと思います。
はい、ただレベル的にはそんなに高くない。で第6問ですね、これも非常に優しいですね、トピックに関してはね、私あの G-TECH クラスっていうのやってたんですけど、高校でそれで話したことのある内容でもあったんで、内容自体は非常に簡単だったかなと思いますが、言い換えがさっき言ったようにですね、うん、分かりづらい、なので困ったんじゃないかなと。そこが分からなくて、その段落のコンテンツはどれでしょうっていうのを、難しくないんだけれどもちょっとややこしくなってますね。その言い換えがだいぶ攻めているので、そこであれどれだろうっていうふうに思ってしまった人が多いと思いますね。問い2とかも間違える人は間違いなくいるでしょう。問い3はまあ文脈で確実に取れますね。知らない単語でしょうか、私は知ってるんでもう本文見ずに解いちゃいましたけど、はい、そういった感じでですね、結構去年よりは難しめだなっていうふうには感じましたが、優しい問題も優しいな優しい問題は優しい問題ってあったんで、私満点を狙うのはちょっとね、レベルの高い人でもきついかなという感じだったと思います。はい、以上が感想になります。この後ですね、9時半からはその解説動画出ますので、生放送で出ます。そして、まあもうこれがね、9時半過ぎてるということも出ておりますので、概要欄貼っておきますので、生放送過ぎた方はですね、概要欄を見てください。生放送前の人はぜひですね、チャンネル登録してお待ちください。はい、ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching.